生誕くじが出ました。生誕くじが出たよ。これはね、写真がいいのに写真を載せてない。写真載せちゃおう、メールにしれっと。いいよね、見たいよね、だって見たいやろ。ちょっと待ってね、いつだったか。載せていいんか知らんけど、載せようと。今日も綺麗だね。ありがとうございます。なんかあったかいだろうと思って調子乗ってさ、着てた服大体ミスる時期にさしかかってますね。全身誕生日会申し込みました。ありがとうございます。誕生日くじ、チャオチャオ。A 賞、待って、誕生日のメンバーに向けたオリジナルメッセージボイス。岩田ひな、谷口まひな、兵藤葵。楽しみ。直筆パネル、おにぎり、ありがとう。髪ボサボサや。今日顔長。おにぎり、おにぎり、おにぎり、
ばんは。日によって長さが変わる。どうなんでしょうか。最近恋チュンがお気に入りな私です。なんでなんだろう。あ、おにぎり送ってくるからな、みんなが。バイキングライズがめっちゃ楽しくなってきた。バイキングライズやってる人さ、福田想像以上にさ上達してない？すごくない？めっちゃすごいでしょ。集中力がいるな。あ、いらいら。なかなか強くなってきましたよ。すごいんです。なんかゲームを他のやつをやらないからこそバイキングライズしか今やってないんですよ。だからめっちゃ上達してきた。やり方が分かってきた。お、キラキラ可愛い。それはファンに褒められるんじゃないかなと。でもね、あの200万ポイント目指したいんですけど、なかなかそれがね高い壁なんですよ。だから頑張ってます今。なんか私結構上の方かなと思ってみたら、この前戦力見たら自分のチームの中で別に自分そんな上じゃなくて、え、私結構自分強い方だと思ってたらみんなの方が全然強くてビビった。ファンの人すごい。で、撃破ポイントクラントップ。撃破ポイントってなんだろう。よいよいよ。こんばんは。
で今メールで送った写真さ、25歳なのに間違って、本当に素で間違って24っていうポーズ超笑顔で決めてるけど、顔が可愛いから送りました。よろしくお願いします。こいつ24ってから上がったっていう事実を認めたくないんだろうな、じゃなくて純粋に間違えただけのやつなんで、その辺よろしく。いくつになっても可愛い。そらそう。パセリのインスタアイコンの手は24歳で24の手、2024の手らしい。受ける。別にそのこの世代が24にこだわってるってわけじゃないってことですよね。あ、そう、みんなインスタ始めたんで、皆さんフォローしてあげてください。多分私よりちゃんと投稿すると思います。あの、私がインスタを始めた頃はね、毎日投稿とかしてました。懐かしいですね。100年前ぐらいですかね。うん、多分いっぱい更新してくれると思うんでフォローしてください。ソラハがインスタをどうするか、どんな感じにするか相当悩んでたんで可愛かった。もう覚えてない？毎日投稿してたかとか。そうだよね。いや、してなかったかも。マジで分からん。ほんまに覚えてないわ、私も。へへへ。私のインスタのこだわりは、今はもう、ないです。何も。うどんスタグラムを上げなくなったから、たまにあげたくなるけど、あまりにもスパンが空きすぎて気まずい、このぐらいですかね。てかフォロワー1万人までは頑張ると思う、みんな。私はそうだった。1万フォロワーまではね、楽しくてやってたんだけど、今も楽しいですけどね。よいしょ。てかファンクラブ更新しようと。ちょっと昨日ね、ファンクラブでめっちゃいいことがあってね、お仕事で。むっちゃモチベが高いんですよ、あのファンクラブの。ウキウキウォッチングって感じ。そう。時々出る昭和。今昭和あった？うわ、おやすみメールの自撮りめっちゃ可愛い。ビビらせよ。いや、私がさ、昔 STU メールさ、絵文字使えなかったんですよ。結構、5年ぐらい。
絵文字使えるようになったのここ1年ぐらいで、ずっと絵文字使えなかったから、なんか古いパソコンでも表示できるような、なんかこういう顔文字ばっか使ってたの、使ってるっていうの分かります？メールってなんか そういう顔文字。そういうガラケーでも表示できるような絵文字を使ってたんですけど、その名残で今でも結構使ってるし、その名残で友達メンバーかメンバーとの LINE でも使っちゃうんですよ、その平成顔文字を。てか何なら Twitter でもたまに使っちゃうんですけどみんな平成顔文字送ってくるな、おもろそう、顔って打ったら出てくるとか、笑顔って打ったら出てくるやつとか、汗って打ったら出てくるやつとか、そうキャーみたいなやつとかよく使われたけど、なんかメンバーと LINE するときにそれを使いがちなのね私。でもよく考えたらもうなんかね、 2.5 期ちゃんとも LINE 交換できるようになったし、なんかそろそろやめないと、なんかもう大体後輩が増えてきたし、年上がもう4人ぐらいしかいないんですよ。で考えたらおばさんと思われると思って、なんか今の子って文字使わないんですよ。びっくりマークとかが多いらしくて、なんか ZIP の朝のインタビューでやってたんですけど、今の子はなんか絵文字とかあんま使わないんだって、びっくりマークとかが多いんだってそう、まあでもね STU メンバーっていうかアイドルの子は結構絵文字使うんですよ、多分 SNS で使うから、その延長で。だからまあ絵文字でいい、絵文字にしようと思って、そうなんか平成顔文字やめようと思って、絵文字にしなきゃ。でも平成顔文字使っちゃうの、だってメールでいつも打ってるから変換で出てきちゃうの。だけどなんか LINE にもいろんなメンバーとしてるうちに気づいて、最近平成顔文字で会話してるの私だけだ私だけだって思って、みんな可愛いなんかハートみたいな絵文字で返してくるから、そうそう、だからね最近気づいたことですねの卒業、まあ、メールでは送るけど、それが最近の気づきかな、ビビったことかな。なんか急にこのルームのコメント欄がなんか、うん、平成衆が、こんにちはかわいい、みんなが顔文字で会話してる、かわいい、かわいい。かわいい。あのね、環境依存特殊文字使っちゃダメなんよ。ガラケーでも表示できる記号しか使っちゃダメだからね。わかる？かわいい。ミクシー知らないけど、ミクシー時代にもあったような絵文字、顔文字を使わないとダメ。こんばんは。
じゃないと昔のメールは表示されなかったんですよ。よくメンバーが送ってくる顔文字が文字化けして送られてきたでしょ昔。ね、みんな泣いて泣いて泣いて会話しろおにぎりとお茶と顔文字しか送られてこんのよさっきから。泣いて泣いてる、かわいい、かわいそう、泣いてるね。泣いてる、かわいそう、よちよち、泣いてる、あーあー、気づいちゃったか、まだ水曜日ってことに。泣いてるね、次はじゃあわーって打って、わーいわーいって、わーい、わーい、今日も推しが可愛くてわーい。わーい、かわいい、かわいい、私それよく使う、ここにカッコがいっぱいあってはぁーみたいなやつかわいいじゃあさ、何にしようかな、きたーってもうね、きたーってきたーたまに使うんだけど、きたー使ってる時はほんまになんかニコニコ生放送の時代に青春したな私と思う。分からんけど、きたあ、すごい平成きたー、かわいい興奮してんな、盛り上がってんなきたおもろい、ありがとう、かわいいです、こんばんは、止まってる？止まってないでしょ、生誕くじのメール通ったかな、あ、通った、
めっちゃ初期服送っちゃった船のやつ。かわいいかわいい。ギョギョギョッピギョギョギョッピ。いいよ。バイキングライズの、あの第一関門突破したんですよ。無事5億ポポポネズミセパみたいになっちゃった。5億ポイント達成しましたんで、皆さん第一お肉ゲットです。イエーイ。第一お肉って何なんか分かんないよね。ごめんね、意味分かんないと思うけど、第一お肉がゲットされます。第一お肉は叙々苑10万円分ってことで、メンバー10人いるから、叙々苑1万円分がゲットしてきました。ありがとう。わーい。あ、みんなで山分けなんで1万円分です。はい、イエーイ。1人10万円はやばいよ。1人10万円のはいらないかな。その分ファンの人になんかグッズとかで還元してって感じ。全然あの嬉しいです、何円でも。で、次の第二目標は、叙々苑で1万円は足りない？一番安いコースとかだったら1万円ぐらいじゃ足りないんかな。叙々苑メニュー、叙々苑って高いんだやっぱ。一回ね、ユミリンと一回だけ行ったことがあって、ユミリンがショールームでもらった件で、私が4位でもらえなかったんですよ。で、ユミリンが2位か3位でもらってて、で連れてってくれて、そこで私卒業するんだって言われました。叙々苑の思い出、それが悲しい。あ、広島駅前店、これか。メニュー、広島駅の11階にあるって。アラカルト、いや、コースどこに載ってるんだろう。あった、コース、うわー、ほんとだ。あ、待って、1万1000円のコースあるよ。1万1000円のコースあるから、1000円札握りしめていけばいける。あ、でもこれあれだね、ドリンクとか頼んだら、いや、ちょっと足りないか。ランチ、あ、ランチいいよ、焼肉ランチ2900円からあります。サービス代もかかるの。あ、そうなんだ。うわ、一番高いランチは6500円。高っ、ランチに6500円、やばいね。ランチに追加でいいお肉にすればいい。あ、確かに、あ、確かに、ランチ頼んで、であと5000分ぐらい、あ、それいい。ランチしてドリンクとか頼んで、デザートとか頼んでたらそれぐらいになるよね。
確かに確かにいいかも。ユミリン何を食べさせてくれたのか。なんか一番いいランチにして、でも一番いいランチ食べたらもうお腹いっぱいだろうな。1万円でこんなに夢が広がる、ダメダメ、あの1万円じゃ足りないですとか言って、なんかもっと頑張りましょうとかいう話で持っていかなきゃいけないんだろうけど、十分だわ十分だけど、ネクスト目標が一応あって、わかんないけど、ネクスト目標を達成したら10名で25万円分だから、あ、2万5000円やば。これはディナーのコース行ってドリンク頼めますね。はい。で最終目標な行ったら、瀬戸内エリアの東京と瀬戸内エリアの広告がつきます。はい、って感じです。ファンの方への特典ももちろんあります。各クランの上位1名に動画が送られるそうです。で、各クラン上位5名に サイン入り色紙がもらえます。で、全部のファン10名のメンバーの全部のファンだから、まあ今400人以上参加してるんですけど、中の1位の人は全員からサイン色紙もらえるそうですあとタオルは戦力何万以上のメンバーから各クラン抽選で3名に当たる。戦力何本以上だったろう、これ打ち合わせ前の資料だから書いてない。そうで、アクリルキーホルダーは第2目標を達成したら各クラン 10名にプレゼントで、広告まで達成したら戦力が何本かいった人は全員もらえるらしい。ステッカーは戦力なんとかなんとか以上全員、基準が分かんない、数字決まってんのか分かんないです。キュッキュッキュッ。ポイント決まってる？あ、そうなの？ちょっとわからないけど、とりあえずそんな感じです。なんか長いから期間が、みんなもさ、ステッカーは200万以上戦力は結構大変、いつまでやるんだって感じだと思うんだけど、17日までだってあと1週間かな。絶対無理。今の自分の戦力はどこで見るの？今の自分の戦力はね、どこで見るか知ってるんです私。左上の主人公の顔の横ですの数字です。
でこの前ツイートしたらファンの人たちが寄ってたかって教えてくれました。私は今ね118万です。え、結構陶器もんだな。陶器壁だ。ん、結構だな。結構大変かもこれ、思った以上に。どうやったら上がるんだろうね。ちょっとわかんないです。まあね、気づいたら100万ぐらいはいくはず。移民できなくなり一人ぼっち。え、どういうこと？移民ってしてなきゃいけないの？かわいそう。移動してきな。かわいそう。なんとかかんとかのお頭、もうレベル2の人しかいないんで、レベル3の人しかいなくなっちゃった。レベル3のお頭倒せるのか。あ、レベル1発見。狙い撃ちってどう思う？何が？わかんない。なんかね、私ね、倒されたりしてるらしいのよ。でファンの人がなんかチャットでなんかやばいです、福田さんが倒されてますみたいな、ボコボコにされてますみたいな、みんなで助けましょうみたいなこと言ってるんだけど、それは私は数時間後に見るから何が起こったのか分かってないし、私自分が倒されたことに気づいてないの。申し訳ないね、そこが一番。バリアは2個持ってたけど2個もう使っちゃった。どこに、どこに、あるのかわからない。うわ、これいいな。もうね、加速装置がないと面白くないんだよね。そう。てか、お休みメール届きましたか？今日はね、カラオケをしたい気分って書いた。何時ぐらいからしようかな。ヨシメールめっちゃ可愛かったやろ。やろー。あれはね、お気に入りの自撮りなんだよ。いい感じに光が入っててね、可愛かったね。
訓練、建設加速のアイテムってどうやったら手に入る？このルーティーンだけ終わらせたらやろう。なんかね、あ、クラのショップで買えるんだ。ゲームこういうそしゃげって言うんですかね、なんて言うんですかね、こういうのはさ、なんか義務が発生するよね。大変だよね。毎日これはやっとかないといけないみたいな。それが結構大変だなって。他のゲームでもドライブでもさ、毎日一応ガチャ引いとこうみたいなあったじゃん。そういう感じ。そう、なんかめっちゃみんなやってるな。だけがキャパシティ。他の人は無理なの。何切り？石斜めで複雑なゲームについていけません。私がマネージャーに言ったことと同じこと言ってんじゃん。私も最初やったよ。もう七並べの複雑なゲームはできないんで、もう私に期待しないでくださいって。ごめんなさい、ほんと。やる気だけはあるんですけど、マジでわかんないっすって。訴えてたんだけど、今ね、結構やってる方だと思う。え、メンバーの中でも強いかな、結構。どうなんだろう。この探索マップってさ、探索することに意味はあるのか。この農民たちは何を探索してるんだ、こんな毎日毎日。
リコチ50何万？え？私100万いってんのすごいじゃん。え、来たかも。嬉しい。やったねー。え、嬉しい。てか安心。みんなでさ、集団生活、集団戦だからさ。よかった。神秘の聖地やってるアイテムもらえるよ。え、神秘の聖地ってあの洞窟入ってなんか、鍵みたいなんでやっていくやつ？ちょっとやったけど、なんか、何がしたいのかわかんなくてやめた。しかもさ、扉を開けて、始まるまでが長いし、脱出するかまでも一回霧の映像挟むじゃん。あの2秒3秒がもう、ってなるからやめた。ああいうちょっとね、演出してくるのやだ。パッペッペッペッってやりたい。ね、見て。生茶がさ、こんなペットボトルだったっけみたいな。ね、生茶ってさ、こんなんじゃなかったよね。なんか四角いさ、ボコボコのボトルじゃなかった？なんか亀とかの絵描いてある。あ、リニューアルしたんだ。え、びっくりして、つい買っちゃったの。生茶を買う習慣とかがあるだがないとか、じゃなくて、なんか、え？なんか違うじゃんと思って買っちゃった。レアかなと思って。新しくなっただけか。レアじゃないんだ、これ。これレアじゃないの？うわぁ、企業の戦略に軽々と乗せられる。ね、おしゃれだよね。これいいよね。でもしかも 600ml 入ってるし。生茶。うわ、こんなんだっけと思って買ったの。レアかと思った。まあいいや、600ミリだし。ペットボトルお茶会で何が好き？双剣美茶よ。双剣美茶しか勝たん。ボスのペットボトルも変わる？あ、そうなん？え、ボスのペットボトルのカフェラテをさ、ちっちゃくしてほしい。重たいんだよね、あれ。あの、コスタリカ？ちっちゃいやつ出てるじゃん、最近セブンで。コスタリカ、なんだっけ。あれのサイズでいい、あの、細いやつ。コスタ。これぐらいのサイズのペットボトルのカフェラテ、コーヒー。ああいうやつがいいなぁ。コスタって言うんだ。あれ美味しい。コスタ美味しい。結構好き。そう、ちょっと高いんだよね。そうそう。コスタ美味しい。結構好き。そう思う？嬉しい。みんなは何のお茶が好きなの？あんまお茶の話しないからね、人間。ね、てかさっきレベル3のお頭、肉ぐんぐんのお頭倒せた？今やってる？もしかして。あれ、私招集しなかったっけ、みんなのこと。招集しよう。
あやたか大好き。ルイボスティーなんだ。優しい麦茶ね。鶴瓶さんのお茶は夏はあれ買っちゃうよね。しかもさ、鶴瓶さんのお茶ってさ、鶴瓶さんのお茶っていうので 全国民に通じるのすごいよね。あれの商品名知らないもん。鶴瓶さんのお茶っていうお茶じゃないよね、あれだったら。ジャワティー、なんだジャワティーって。麦茶、あれそう、量が多い。あとね、あのお茶も好きなんだよね。16茶。うん。あ、午後の紅茶無糖、わかるー。午後の紅茶無糖大好き。あと、午後の紅茶の甘くないミルクティーもめっちゃ大好き。あれ美味しい。グビグビいっちゃう。無糖飲んだことない？え、めっちゃいいよ。つるべ茶って呼んじゃるし、もうつるべ茶。あの鶴瓶さんの笑顔は安心するよね。夏に一番見たい笑顔、鶴瓶さんのあの笑顔やもんな。お茶飲まない？マジ？何飲むのじゃ。いやー、お茶、お茶大好きかなー、やっぱ。基本はコーヒー。でもね、あの、忠告しとくと、コーヒーは、コーヒーとアルコールは水分補給にならないからね。気をつけて。夏は、夏気をつけてね。コーヒーグビグビ飲んでさ、あの、水分補給して気になっちゃダメだよ。そう、危ないよ。夏のビールも最高かもしれないけども。そう、あ、ウーロン茶もダメなの？あ、そうなんだ、知らなかった。スポドリがいいの。いや、スポドリも甘いから、あんまり、その、ちょっとは、いるけど、やっぱ、あれじゃない？あの、お水も飲みつつ、スポドリと、か、あの、じゃない？うん、緑茶もね、利尿作用があるからね、多分。そう、鶴瓶さんの麦茶がいいんじゃない、やっぱ。とりあえず死なないように生きていこう。狩猟本部、おー、狩猟本部が上がったら、なんかめちゃめちゃ上がったぞ、あれが。え、120万になった。狩猟本部のレベルが、ごめん、今しれっと上がりました、私。え、嬉しい、イエーイ。皆さん、しれっと今、狩猟本部のレベルが17になりました。え？ 17 って結構すごい？やったやった。どうどう？麦茶と梅干しがいい。あ、そうなんだ。すごい？ありがとう。
いやー、戦力がバーンって上がった。やっぱあれが大事だね。あの建物の育てる、うん、嬉しいね。こんばんは。レベル3のお頭強かった。え、倒せてない？マジ？ 5 分も使ったのに。マジか。大変だな。やばい、この調子でさ、配信終わった後もいつも2時間ぐらいやっちゃうんだよね。てへへ。そう。それで深夜に稼働なさってるのね。バレてた。そう、深夜にやってもね、結構ね、あとさ、トイレじゃない。夜起きちゃった時。そう。とか、今日も朝5時ぐらいにやってた。あとは、メイクの時に動かして、これをね、何時間みたいなやつ動かして、書いて、目やって動かして、これまつげやって動かして、髪やってみたいな、ちょうどいいんだよね感じ。最初に出さなきゃってなっちゃう。わかるー、もったいないと思っちゃうよね、時間空くの。わかるよー。こうね、うまいことこの企業がさ、うちらの時間をさ奪ってくるのもさすがですよね。そう、やっぱ時間が、時間がどんどん てか肉ぐんぐんのやつ、みんなも
やってくれればいいのに。そしたら私参加するのに。聞こえん、ごめん。中継地のボスは凡庸英雄のかけら落とすので嫌だ。よい。何それ、凡庸英雄のかけらって。ニグぐんぐんのお頭もね、レベル1に行きたいの、私は。汎用？そう、レベル2、もう、嫌だ。で、レベル3は無理でしょ？今無理だったから。もう1点失うのは嫌だから、レベル1のお頭をこうやってずっと探してるんだけど、もうレベル1はどこにいるんですか？で、このさ、紫のお宝箱はどうや、なんでもらえるの？ちょこちょこもらえるんですけど、お手紙のとこから。イベント潜伏中のリンジーで闇の箱を獲得しました。うーね、行動力がなくなった。行動力がなくなったってどういうこと？これ昨日からたまになる。なぜ行動力がなくなる？誰の行動力？誰の行動力ですか？私？行動力がないと戦えない。水色のバーこれね。どうしたらいいんだ？回復薬ね。このさ、クランでさ、めっちゃギフトもらえるんだけど、これはみんなが送ってくれてるの。ありがとう。体力ゲージか。あー、 HP ね。量回復、これか。レベル2、こっちレベル1がいいな。ニグぐんぐんのお頭、レベル1はもう倒しきっちゃった。いつもね、レベル1のニグぐんぐんのお頭を探してるんです。レベル3ばっかり。レベル3、こいつもレベル3。あ、レベル1じゃん。行こ。あ、行動力がまた足りない。
こんばんは。お疲れ。あ、目が乾燥する。恋する10年プリウス、服好き、ありがとう。久々にスナイデルを買った。でもこれ1万円ぐらいだったスナイデルなのに、だから買った。かわいいよね。これはネックレスです。2000円ぐらいの安物ですが、かわいい、ありがとう。久々に服をかわいいと思って買ったんだけど、このモフモフがさ、結構なんかご飯食べてる時とかにさ、なんかつくん心配だからちょっとね、うん、着づらいってなってるけど、可愛いからいい。ふふくふくちゃん、はーい。そう、可愛い。あ、スケちゃん、これあスケちゃんと思うとちょっと愛しくなって、もうさ、スナイデルがさすがだなと思うのは、これが、なんか、4,000〜5,000円ぐらいの、トレーナーが4,000〜5,000円ぐらいのブランドっていうか、まあメーカーのやつだったら、このハファハファがめっちゃ素材が違うと思うんですよ。けど、一応、スナイデルさんだから、まあそんなめっちゃ高いわけじゃないけど、1万円のクオリティをしてる。うん。まあ言うて大量生産品ですけどね。そう、バハバハです。兵士レベル4ないと厳しい。兵士レベル4って何？エリート訓練兵みたいなこと？バハバハ、いいバハバハ。T4、 何それ、花より団子、 F4 みたいなこと。なんかね、あ、なんか今 GTO やってる、なんか GTO の話をメイクさんとして、で子供の時に流行ってたドラマ何だったみたいな話になって、でね、イケメンパラダイスが誰の主役のやつかで、なんか世代がわかるねみたいな話になって、私は前田敦子なんですよ。あっちゃんの主役のイケメンパラダイスが私の中のイケパラなんですけど、堀北真希さんのが初代なんだって。それ以外にもある？私はそれ知らなかったから、え？で、GTO もなんかいろいろある。そう、そういうのでも世代あるんだ、と思って。私の中ではさ、イケパラはあっちゃんだったから。そう。で、GTO は、GTO、ソリーマチさん？私の時誰だっけ？花より団子も内田有紀。花より団子はね、うちらの世代はね、見てない。あの、漫画は読んだことあるけど。
花より団子はね通ってないのよ多分うちら。花より団子っていう有名なドラマがあったらしいよみたいな感じ。そうそう、まあ昨日もあの芸人さんは知ってるけど元ネタ知らないからわからないけど分かったふりして笑ってるって感じ。極戦は、え、極戦？赤いジャージのやつ？仲間みゆき？仲間ゆき？どっちだっけ？仲間さんです。沖縄の人。あ、レベル2、レベル2、うん、いけるか。あ、行動力がいちいちないぞ。仲間ゆきえ。金八先生、通ってないな。金田一少年もわかんないな。じっちゃんの何かけてっていう単語だけ知ってる。水戸黄門はなんかお昼にやってたな。金田一少年は誰が主役かで分かれる。金田一少年っていうもん単語は知ってるけど、それが映画とかドラマでやってたっていう記憶がない。漫画だよね。家政婦の見たは小学生ぐらいかな。堂本剛、堂本剛あれか、ももクロさんと結婚した人か。めいちゃんの羊はねめっちゃ覚えてるよ。私もうねエイクラナナちゃん大好きだったから。めいちゃんの羊はもうエイクラナナちゃん可愛い。あれ見てショートカットにしたくなったけしなかったけど、マジ可愛い。エイクラナナちゃん大好き、ほんまに可愛い。ほんまに可愛いです。エイクラナナちゃんみたいな人になりたい。顔がタイプすぎる。でも小学生かな、それも。しかも小学校低学年、中学年ぐらいかな。小学校どれぐらいだろう、結構前。他何のドラマ見てたか。芦田愛菜ちゃんの全盛期がうちら見てた世代だよ。明日ママがいない、あと私ねママ友系好きだったんだよね。名前をなくした女神とかね。あと何、あ、あれは受験の神様。あ、悪者を着ても未だに踊れる。悪者を着てね、メンバーとカラオケに行ったら、入れるんですけど、葵ちゃんの世代までだね、一緒に歌えるの。葵ちゃんより下の子は悪者を着て歌えない、踊れないんだよね。葵ちゃんまでかな。葵ちゃんが3つ下 ?4 つ下かな ?3 つ下だから、そうって感じ。丸物ボリボリ歌って踊るの大好きなんだけどな。懐かしい。そう、受験の神様好きだったな。なんか自分たちとレベルが違う、なんか小学生の話。今を毎週楽しみにすることがない。え？毎日赤いちゃんのメールが届くし、毎日赤いちゃんの顔見れるし、毎日
毎日じゃないな、毎週公演ないな。ツアーが始まったら毎週どっかでツアーがあるよ。舌がゆうやさんね、大好き。あの地球に沈めるとかの人だよね。地球に沈めるじゃないっけ、あのネグレクト系のやつだよね。設楽悠也さんが出てるやつ、ヤギラ、ヤギラなんだ。設楽だけどな、私の中ではヤギラです。いや、ヤギラじゃないと思うな。それバナナマン確かに。したらでもその人が出てるやつが大体ちょっとダークなやつなんですよ。でダークなやつなんですけど、その社会派なんですよ。何このトライアスロンって。あ、なんかもらえた。でその社会派のやつが結構好きで、そう、64も出てたっけ。もうちっちゃく頃の顔しかわかんない。今大人になってまだやってんのか俳優。そっか、ちょっと子供の頃のやつしかわかんないな。私より年上な、年上だよね。私が子供の頃に映画見せたから。あ、誰も知らないだ、そうだ、誰も知らないだ。あのなんとか賞受賞したやつだよね。ネグレクトのやつだよね。ネグレクト系の映画がめっちゃ好きで、かな。妹が死ぬやつだよね。なんか家で人知れず。懐かしい。いてててて。11時なったかな。あ、もうすぐなる。あと何見てたかな、映画。映画、え、ドラマ、まあでもここ最近で一番面白かったのはやっぱあれかな、あなたの番です。あなたの番です。めっちゃ面白かったくない。半沢直樹、半沢直樹どっちだっけ、もう全部見ましたね。君の名はも見たね。半沢わかんない。あ、さっきこれリツイートしてるやつさ、あ、花咲舞、懐かしい。君が心をくれたから 見てない。あれ見てた、美咲ナンバーワン。カリナ好きだったな。私オーディションの好きな芸能人のとこにカリナと米沢涼子って書いてきます。これなんか生誕くじのね、今私がリツイートしてるやつを、リツイートし、このアカウントをフォローして
この投稿をリポストしたら、抽選で2名様に福田のサイン入り誕生日チェキが当たるそうです。そんなの撮ってないけどね、いつ撮るんだろうねいつ、なんだろう、誕生日チェキ、誕生日にチェキなんか撮ったかな。あの緑の衣装ってことかな、撮ったわ、あれね、サインします。ぜひリツイートしてください。というわけで、美咲ナンバーワンいいドラマだったな。でも美咲ナンバーワンはギリガラケーだからね。美咲ナンバーワンがガラケーとスマホの狭間だと私は思っている。え、花咲前また始まったんだ、へえ。竹井美ちゃん、竹井美ちゃん美人だよな。カラオケしようっと。主演が今田美桜ちゃんになった。え、そうなの？花咲舞って変わるの？マジか。今田美桜ちゃんもな、可愛いよな。目がキュルキュルで、あの遺伝子欲しい。今ね、 L と R 確認したの。 L だから、あ、 L、 今シーズンのドラマ GTO もあるし、花咲前もあってタイムリープ感がある。え、 GTO は今誰がやってるの？GTO。 GTO。 1998年。26年ぶりに復活。え、また待って、私が知ってる GTO じゃない。いや、渋っ。そっか。あ、ソリマチさん、タカシ、合ってる？ハンマチ？ソリマチだよね。ソリマチタカシのを二十何年ぶりにやってる。先生役だから別に、あれなんだ。おじさんになってもいいんだ。生徒が20年後にやったらちょっと違うけど。すごい！体力あるなぁ。激渋激渋。松嶋菜々子と結婚した。モテるんだ。そうなんだ。俳優と歌手、歌手もやってんだ。あ、この人ね、はいはいはい、二枚目代表みたいなやつで、ね、このトークはたまらない。なんか刺さってる。GTO が好きなのかな？小栗旬ね。小栗旬 GTO。え、小栗旬って1998年からもう芸能活動してるんだ。すごいな。若っ！いや、そりゃそうか。びっくりした。え？私より若い。いや、そりゃそうか。え？誰？ってなったもん。子供だ。
子役だ。びっくりした、びっくりした。いじめられっ子の役してた。すごおもろ、びっくり、面白いね。いや俳優さんってあれだね、あれだね、26年後に同じやつとか出れるんだね、すごいね、体力あるね。すごーい、びっくり。面白いね、ショールームっていろんな世代の人がいるからおもろいわ。なんか特にこの人が出てるやつが好きとかはないけどさ、やっぱ米倉涼子かな、私は好きな俳優、俳優って言うよね今は。私はやっぱ米倉涼子出てるものに外れなしって思ってるかな。うん、なんかあるよね、みんなに、みんなにとってもあるでしょ、これ人が出てるやつはとりあえず見よっかなみたいな。私の中でそれが米倉涼子かな。北川景子、踊る大捜査線見てないな。北川景子は、あれかな。スマホを落としただけなのに見たかな、最近では。最近っつっても5年前ぐらいか。あー、藤原竜也ね。詳しいな、みんな。うお、なんかめっちゃみんなが、メンションしてくれてる。かわいい。ハート。私さ、メンバーへのこういうお返事とかにもさ、LINE とかの、てか、インスタのメンションとかのお返事とかにもさ、ちっちゃいおとか使うんだよね。そう。やばい。リコチのストーリーやばい。え、わかる？このなんか、とりあえず、メンションする感じ。私もインスタ始めたばっかの頃に、みんなが、なんか、福ちゃんがインスタ始めましたみたいな、いっぱいやってくれてさ、でもそれの引用の仕方がわかんなくてさ、悲しく消えていったの、覚えてるな。みんな使いこなしてるな。かもうこれぐらいの子たちはあれか、高校の時からインスタやってたか。あ、カラオケするんだった。10分ぐらい喋ってた。え、恋するフォーチュンクッキーがある。フォーチュンクッキー歌うか。あ、これ、え、フォーチュンクッキーがある。なんで歌ったっけ最近。用意されてた。あ、それか。おにぎりだ。おにぎり。おにぎり。あー、そういうことね。あー、やったやった。おにぎり。あ、恥ずかしい。なんかこれ、めっちゃ歌ってる人になってた。いいや、いい曲だから。あなたのことが好きなのに、私にまるで興味何度目かの失恋の準備。
私も見て恋するフォーチュンクッキー、そのからさあ壊してみよう。へへへ、先の展開神様も知らない闇なのフォーチュンクッキー、そんなにネガティブにならずに。へへ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 、世界は愛で溢れているよ、悲しい出来事忘れさせる、明日は明日の風が吹くと思う。へカモン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 ベイビー、占ってよ恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ。へへへ、月を呼ぶには笑顔を見せること、ハートのフォーチュンクッキー、運勢今日よりも良くしよう。おにぎりレクチャーされた気がする、メンバーさんに。懐かしいな。だからそれぐらいの時はまだオタクだったってことか、私ね。真夏のサウンドクー、うんうんうん、つぶやきながら、これみちの卒コンでできて、みちはもう天才ってなったやつ、大好きなやつです。キュッ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 、寒い帰り道言えないけど抱きしめてお願い、冬のせいにして甘えたいの、温めたよキュッ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 、グラウンド走るあなたは陸上部のヒーロー、こんなに遠くでもドクンドクン聞こえてくる、恋の新記録で一番に走り抜けて、どさくさまぎれにゴールで私だけ抱きしめて、お願いぎゅっぎゅっぎゅっとして、ぎゅっぎゅっぎゅっとして、三秒間の重力、足はガタガタ心ドキドキ、嬉し涙ぽろり、ぎゅっぎゅっぎゅっとして、ぎゅっぎゅっぎゅっとして、苦しいくらいぎゅっとして、心も体もぎゅっとして、マジ可愛いよねこの曲。晴れた屋上に忍び込んで抱きしめてよお願い、二人きりだから甘えていい、思い切ってぎゅっ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 、大嫌いな英語のテストの返却日、あなたとの約束ドキドキ守れるかな、ギリギリセーフで70点以上取れたから、今度はあなたが約束守ってよ、抱きしめてお願いギュッギュッギュッとして、ギュッギュッギュッとして、恋人同士みたいに見えてるの
なあなたとキュンしよう。キュンキュンキュン、あなたにキュンとされた時、バーガーみたいにハートの場所がわかるの。だからキュンキュンキュン、冗談でも構わない、優しいその手で包んでよ。だからキュン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 してよ。お願いキュンキュンギュッとして、キュンキュンギュッとして、卒業まではあと少し。毎日見れたあなたの顔も見れなくなってしまう。キュンキュンギュッとして、キュンキュン永遠に、この瞬間をギュッとして、大好きなあなたとギュッしよう。ギュッとしてよ、ギュッとして、ギュッしようよ。わあ、これあのアリちゃんといっぱいギューできてやばかったです。アリカメ子だったんですけど、アリちゃんとのギューの瞬間をいっぱい撮られてて、あのめちゃめちゃ笑顔でよかったです。ゴーホームアリちゃんギュー、ステージ上で。てかそれが振り付けだからアリちゃんとギューしなきゃいけなかったんです。絶対に。の法律で決まってました。へへへ。合法アリサ牛。合法アリサ牛でした。じゃかな。じゃあね、これもミチのコンサートで久々に歌ったけど、英語のとこが全然わかんなかったやつ。後半歌ったことない、びっくりした。あれから僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう。振り返ってみたとこで、そこに何も残ってない。だけどそっと目を閉じれば、今も浮かぶ青春よ。あんなに夢中で走ったあの頃、一人きりで生きてたらここまで来られなかったよ。どんな時も君がいて声をかけてくれたから、道はここで別れる。君と僕も新しい世界へ、最後に抱き合って、何も後悔なんかあるわけないって、ちゃんと言えたらかっこいいんだけど、この胸の片隅に引っかかってるものがある。人は何かを明日頑張ろう。
頬の涙潤ってくれる。全てが優しくて、どこに心残りがあるだけじゃなくて、何もないとは言い切れないだけだ。でもそれは一瞬の世知辺だかもしれない。次の道に進むその分岐点は止まってしまうもの。ここまでやってきたんだ、自信を持とう。レコーディングの歌割り以外のところがめっちゃ難しくって、すごい苦戦しました今回のコンサートで。いい曲ですね、卒校にぴったり。セブン、なるさん、みけちゃん、セブン、海渡り、なるさん、みけちゃん、ミラボありがとう。卒コンにぴったりだな、マジ。かな？読めてるかな？ね。ちょっと落ちサビで切なくなってからの最後のサビで、みんなで、ナナさんの卒コンの時にオリジナルでやったんですけど、みんなで集まって、みんなで手を振りながら、最後は明るく終われるんですよ、この曲は。なんかそれがすごい卒コンに向いてるというか、なんか、それぞれの道で前向きで頑張っていくよ、みたいなメッセージが込められてて、すごいいい曲だなって思います。そう。なんか寂しい寂しいだけで終わらないのがいいなって思う。こういう曲って。感じですね、個人的に。切な明るい曲ってやっぱ48の歌詞の良さが引き立つから大好きです。こんばんは。なんか新しい曲増えてないかな、STU の。ポニーテール入れてほしいんだよね。リクエストフォームとかあればいいのに。英語の歌詞珍しいよね。確かに、風を待つとかぐらい、メインのやつだと。I can stop loving you. Go ahead! みたいな。ポニーテールが一番盛り上がる。そうなんだ。
ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっとそこに目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではない。セブンみんなもたくさんありがとう。ダルさんもみんなもありがとう。息を吸うことが壮大でいいよね。なんか生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。ダンスだし、気をするから。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君や君が好きだ。でもありがとうございます。いい曲、壮大でいいわ。壮大な曲好き。
初期。そごうの前のビル見て本当に感動したねえ。あそこだってなるよね、聖地巡礼すると。あの衣装全然着てない。結構イヤーカフがお気に入りです。でかくて。あれがない。あった買っとこう。面倒な気がしてた。惹かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。だけだったのか。入り口を思い出せないのよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかない。ドライブ V ですね。ユニボイス始めるよ。ブラボーありがとう。全然かっこよくないの。周りの友達はみんなどこがいいのって呆れてるからの。今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に目を私気づいたらメール待ってたり、ラブソング聞きながら泣いてたり、あんなのこの上の空病。そう思ってたのに、なんだか私あなたのことが好きみたい。初めて言えたかも。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。
SK ライブでの事件だったかな。絶対回ってこないからね、 STU では。カリン型ウイルスに感染した。イエーイ。こんにちは。じゃあ四国観光大使の YouTube を皆さん見てくれたと思うので、みんな見たよね、見てくれたと思うので、ここで復習してください。きっと踊れます。やがて必ず届くことを海流は知っていたんだ。YouTube にこちらの振り付け動画が上がっていますので、皆さん見て一緒に踊りましょう。世界中の振り付けです。人は誰でも大切なことを忘れる。あなたに熱く語り合った日々も色褪せてくのさ。嵐もいくつかの夜過ぎれば、ただ日常が広がるだけ。僕は今負けそうだ、自分のその無力さに心を目そう。夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと元に帰るように、涙少しずつ運んで地球一周できるかな。願いをヤクの伸ばし棒振り巡った距離遠いあの頃の純粋な気持ち。ヤクの伸ばし棒できた、ちゃんとヤクの伸ばし棒っていう例えが好きな。よく眺めて何回もついたため息、目下たちは夏の海越えた肌にあるのか。世界の果てやディレクターって書いるんだ。自然の意志は諦めない、君をリスペクトする。当たり前の毎日に飽きることなく、夢が僕の海原で沈んでしまったりしないから、
そうすると時々不安にもなるけど、きっと未来は思うように聞こえと流れてる。できない理由ばかり考えていないで、だって素敵な日々思い出すんだよ。波は何度寄せて何かを手に入れるのに、そんな方なわけない。伝わったしでもしょうがないよ。やるべきやつや今の自分にできることを教えられた気がするよ。どんな結果が届こうと変わらないし、おさいの中で、ね、あの海流が夢を届けると信じながら、夢をガラスに入れて海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと自分のボートに帰るように、波が少しずつ運んで地球一周できるかも。願い強さと キラキラ。まだあの夢のガラス瓶の中に踊りがわからないよって人は、ぜひね、四国じゃ STU 公式 YouTube チャンネルに四国観光大使記念っつってね、これの振り付け動画が上がってますので。ぜひご覧ください。こんばんは。ミュージックビデオはコロナ禍中にリモートでファンの方に参加していただいたという、そちらも珍しい感じとなっておりますので、こんばんは。ぜひご覧ください。46分だ。今日はガラス瓶は違うけど、それ以外珍しい曲になってる気がする。めっちゃ綺麗な MV。 ガラス瓶そうキラキラ。これもいつのコンサートでも演出するんですけど、そっから見せなのか
慢できるよ。突然さようなら僕から告げたのはどこか不安げな背中を押したくて大好きな人幸せになれ海に向かって大声で叫んだ涙が止まらない。これの2番の振り付けとかあんまりやんないけど最近のコンサートでやってるからどんな風に見えてるのか気になる。いつか君が話してくれた夢の続き気になっていた。キラキラしたあの眼差しをこの街出てもずっと忘れるな。そうだ気づきだからここで見送ろう。どんな悲しみよりもあんた強いんだ。の合間にこの時期はさおにぎりがどんどん転がり込んできておもろい。おにぎりコロコロ 2.5 期の2例の木陰の下でにつながる世界観。なるほど、いいよね4人の曲。やっぱこの大好きな人はさ船とのなんか思い出もが船って感じの曲じゃん。 MV もあるからで
そうで出航も船って感じの曲じゃん。そうだから出航と大好きな人がなんか ST っぽいなって思いますね。2番のサビがめっちゃ難しいんですよ、タイミングが。だからあれが綺麗にパン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 って見えてるのか不安。見えてたらいいんだけど、あれめっちゃ難しい。大好きな人の2番が一番難しいかも。無謀の2番も難しいけど、出航好き。私も大人数ゆえの難しさがあるからこそ、大人数ゆえの美しさがあるよね。船での企画やってほしい。ね、船と関わりたいよね、もっと。疲れんこ。わかるぴょん。頑張ろう。なんか忙しそう。忙しい。忙しいけど頑張ろう。気が休まらんけど頑張ろう。そろそろランキング読む時間か。BGM つけよう。何しよっかな。応援してる？私のみんなのこと応援してるよ。これにしよう。ありがとう。監督、人が強いけど空手大事ね。お疲れ様式。ありがとう。お疲れこん。お互い頑張りましょう。ひろふみ、恋チュン聞けて最高だった。恋チュンいいよね。王道にして最強ですよね。ありがとう。海あたり。空星空葉最高。ピピピポンポンポンゴッティ。空星空葉最高からめっちゃ増えてないまた。いつも増えてんだけど。ありがとう。庄司くん、今日誕生日です。お祝いください。お、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリア。庄司くん、ハッピーバースデートゥーユー。お誕生日おめでとう。いい一年になりますように。ありがとう。じいさんご、へへ、ゆみりんよし。ありがとう。へへへ。ウィニボイ酒井、月末の全スーフォーブ、今から楽しみ。アルバムも発売されるし、ますます STU から目が離せない。ほんとね、あ、そうじゃん、アルバム、アルバムのことすっかり忘れてた。そうだよね、楽しみ。ありがとう。何もしてないまだ。埼玉のいたん、ありがとう。はじめだよ。今夜も歌声に元気をもらいました。ありがとう。こちらこそありがとう。みんなも歌ってありがとう。おしめぐなみ、頑張って。泣かないでね、猫。頑張ります。泣かない、泣かない。頑張ります。ありがとう。なるさん、今日は楽しい配信ありがとう。生誕くじおめでとう。ガラスビンを一緒に踊りたい。ね、ライブがあんまないからね。ぜひ、踊りたいですね。
けちゃん、うん、公園行きたい。いや、私も公園したい。ねえ。普通の公園がないですよね。とりあえずツアーかな。1位はセブン、ありがとう。はい。というわけで、私が福田バーって言ったらストーチって言ってください。おりますと、福田はストーチ、3番の名称の届き盛り、高橋選手の福田の福田会でした。疲れる公園スイミンゼミです。紛れ込んでいたことに今さら気づく、汗かいわしつかり笑ってる、少しずつ色を変えて知ってる色だと油断してるうちに、知らないことだらけになる。だから自分でカーテン開けながら見たことない空を見よう。私の地平線あたりが明るくなったよ。白と青が混ざった、ああ新たな夜明けの色。ちょっと